はい、はい、ということで、ちょっと今までこの映像録画なんで、多分30秒しかね、しかないんですけども、結果、ダイヤモンドで、10月のシーズンは終わりましたという結果で、ございました。これだけ？ここで終わりか？あ、もう一個あるか。もう一個あるのかな？次で終わりかな？はい。はい。あ、もう一個あった。はい。はい。ということでね、ダイヤモンドまででしたよっていうお話でした。まあ、その、ギリギリだったんで、まあ、こんな感じなのかなっていう感じですね。あ、これだけ言わせてください。昨日だったり、おとついとかの動画でね、あ、ちょっと風邪気味だなと、やべえ、喉がやべえと、鼻水がやべえって言ってましたけど、今日でね、確信しました。はい。今ね、今日ちょっとバタバタして、夜撮れないんで、今15時前、14時34分の段階で、この鼻声、はい、確信しました。秋の花粉的な、アレルギー症状です。はい。それが判明しました。風邪じゃなかった。もう確信した。ちょっとね、今日、先ほど前ちょっとね、プラッと、自転車でちょっと走ってきたんですけど、昨日も、ちょっと外出てて、くしゃみが止まらなかったんですけど、で、今日ね、外出て、この感じ、ちょっとこう、草木が多いところを走ってきて、分かったんですけど、で、ちょっといろいろと、他の人と喋ってて気づいたんですけど、明らか鼻がえぐいし、で、この鼻のムズムズ加減、で、この目のかゆさ、明らか春に来る花粉症の症状は そのまんまなんですよね。で、今ももう鼻も、もうマジで、もう、詰まりに詰まってて、で、声も出ない。ちょっともう今日はごめんなさい。話すすろうとごめんなさい。ちょっと無理。で、この鼻声の状態。もう 100% 秋花粉と言いますか。稲とか、豚草とかですか。らしいんですけど、どれかに反応してますね。もう、えぐい。てか、この画像もちょっと違うな。これ違うな。もうええか。なしでいいか。これは完全にそれですよ、これでしょうか。もう、さすがにこの状況はね、花粉症ですね。いやー、えぐ。いやー、風邪じゃなくてよかった。風邪じゃなくて、確かに、喉そんな痛くないし、夜ちょっと痛くなるだけで、喉痛くないけど、声が出ない。この鼻詰まった状態で声も出ないというところでね、目がかゆくて、鼻もえぐいっていう状態。で、この感覚、この鼻の詰まった感覚と、目のかゆい感覚と、鼻ムズムズする感覚、完全に花粉なんですよね。いやー、よかった。いや、風邪じゃなくてよかったっていうところが第一。風邪だと結局コロナとかインフルの疑いが出ちゃうので、嫌だなと思っていたんで、一安心したところを、プラス嫌だと、ちょっとこれはこれ嫌だという話です。まあ正直これ今日はこれだけの話をしたかった。はい。で、なおかつまあ土曜日なんで、単純に撮るもんもなかったけども、まあ一応イベントというか、ツアーのね、報告だけはね、撮りたいなと思っていたので、まあちょうどよくね、やべえと、僕のこの状態やばいですよというところだけお話したかった。で、夜はね、結構しんどくて、マジで、とにかく鼻が詰まりすぎて、もう喋りたくねえっていうところがあるのでね、まあ今日は、なおかつ今日は夜ちょっとね、多分、X の方にポストはするかもしれないですけど、ちょっとね、マジで今日楽しみなんで、はい、夜はね、多分ワクワクしているのでね、まあその辺も込みで、まあ、ちょっと今日はね、今日の動画はこんな感じで許してくださいという感じでした。ちょっと、今日の予定さえ終われば、ゆっくりします。もう喋りにくい。喋りにくい。鼻声すぎるよね。鼻声すぎるよね、みたいな。ふぎるよね、っていう感じになってますけど。まあ、それぐらいもう喋りにくいし。まあでも、なんかこう、これはこれでおもろいなっていうね。この喋り方はそれはそれでいいなっていうところではあるんですけども。はい。まあツアーね。まあギリギリとりあえずダイヤモンドまで行けたらね、よかったのかなと思うんですけど、さすがにちゃんとやらないとなっていうところでね、ちょっとこのボーナス期間中に、まあ明日とかね、ゆっくりすると思うので、まあ明日でね、まあプラチナ3ぐらいまでは持っていきたいなと思っております。はい。はい。というところで、終わります。はい。ちょっとゆっくりします。
明日ゆっくりします。今日はバタバタします。お疲れ様でした。